イエールブリデュームディスタンクション追記純粋批評の通俗的批判のために、読者は多分趣味と芸術を論じたこのテクストにおいて哲学的または文学的美学の伝統が全く持ち出されていないのはなぜかといぶかしく思われたことだろう。そしておそらくこれは熟慮の上で故意になされた拒否なのだということを理解されたことだろう。確かに学問的美学というのは実践的状態で正統的作品のうちに投入されている美学であれ、それをはっきり形にすることを目指して書かれた文章のうちに表現されている美学であれ、いろいろな違いはあるものの、基本的には根性の研究を通して確認されたすべてのこと、すなわち趣味の分割不能性、あるいは最も純粋で最も純化された、最も崇高で最も昇華されたさまざまな趣味の一体性、および最も不純で最も粗野な、最も日常的で最も素朴な趣味の一体性に対立する形で形成されていくものであって、この点については疑い余地がない。以上のことは逆に言えば、本書の研究がまず何よりも要求していたのは次のような姿勢であったということを意味している。つまり意図的な健忘症とでも言うべきものによって、文化についての教養ある言説のコーパス、資料体を一切放棄し、それによって単に既成秩序への承認の印をあからさまに示すことで得られる利益、そして少なくともそうするのを忘れた場合には、代償が高くつくがゆえに必ず思い出される利益を放棄するだけでなく、場合によっては教養にあふれた楽しみの もっとひそやかな利益を放棄することも辞さない、そうした姿勢である。後者のような利益についてはプルーストが、読者の快楽の明確なビジョンを得るために自分がいかなる代償を払ったかを語るくだりで次のように述べている。私がここで戦おうとしたのは自分にとって最も大切な美的印象を相手としてなのであり、そのために私は知的誠実さをその最終的な、最も非常な限界にまで推し進めようと努めた。この時、明確なビジョンを得る快楽がしばしばいささか陰気ではあるものの、いわゆる楽しみの最も純粋で最も洗練された形であり得るということを、彼は認めざるを得ない。正統的美学は趣味の本当の姿に対立する形で、大規模な抑圧を行いながら全体として構築されてきたわけだが、こうした趣味の本当の姿が今や明らかになった以上、抑圧されたものの回帰を認めなければならない。それは獲得された種々の真実を最終的テスト、ただしこれは対立する理論との比較対象といったものでは全くないにかけるためでもあるが、そればかりではなく、直接的な対象を行わない場合には、極めてありふれた二重化の効果によって2つの言説が注意深く分けられた2つの思考、言説空間の中で平和的に共存してしまいかねないため、特にこうした事態を避けるためでもある。安易なものへの嫌悪、純粋趣味とこれを理論化する美学は、不純な趣味と、エスティス、感覚感性に対する拒否をその基本原理としている。このエスティスとは、カントが舌と口外と口淫の趣味と呼んだものにおけるように、感覚の快楽にまで還元された感知しうる快楽の単純で素朴な形式であり、直接的感覚に身を委ねることであって、別の次元では先の見通しのなさという形をとるものである。純粋趣味が公然と非難する安易な効果にとらわれているように見える危険をあえて犯すならば、美学を語る言語は安易なもの、ブルジャー的倫理と美学がこの後に与えている全ての意味において、への原理的拒否のうちにしっかり含まれているということを示すことができよう。またその本質において純粋にネガティブなものである純粋趣味が、あらゆる安易なものへの嫌悪、音楽や文体効果についてのみならず、女性やその貧困についてもよく言われるように、しばしば内臓的と言われたりもする嫌悪、ゾッとするとか吐き気がするなどをその原理としていることを示すこともできよう。単純な従って深みがなく、また解読が容易で文化的にあまりにコストがかからないゆえに手軽に手に入る、そうした意味での安易なものに対する拒否は、当然のことながら倫理的美学的な意味における安易なものへの拒否、あまりにも簡単に手に入り、それゆえに子供っぽいとか素朴すぎるとして評価が下がってしまった快楽、これは正統的芸術のすぐには手に入らない快楽に対立する、を提供するすべてのものに対する拒否へとつながっていく。そんなわけで、ある種のジャーナリスティックな文体のいささか、けばけばしい優雅さとか、いわゆる軽音楽、この軽という言葉はほとんど安易と重なり合うユニュアンスを持っているの、あるいはクラシック音楽であってもある種の演奏の、いささか押し付けがましくて全く予想通りのものでしかない魅力とかを表現するのに、安易な効果という言い方がされるのである。例えば、リヒャルト・シュトラウス作曲のサラメにおける7つのベールの踊りが、まるでカフェコンセールの音楽みたいに演奏された場合、それを聴いた音楽批評家がその通俗的な官能性や
安物の登場趣味を批判するといったことは十分にあり得よう。通俗的作品を非難するには安易なとか軽いといった言葉はもちろん、くだらない、取るに足りない、ケバケバしい、薄っぺらな、俗悪な、これは英語の娼婦のようなケバケバしいの訳である。英語の単語の方がやや冗談、上品だが、などの言葉、あるいは口当たりという点では甘ったるい、ピリッとしない、ムカつくなどの言葉がよく用いられるが、これらの言葉が物語っているように、通俗的作品というのは単に洗練された人々の洗練ぶりに対する一種の冒涜であったり、安易なものを提供されることを良しとしない気難しい聴衆や観客に対する侮辱であったりするだけではない。芸術家、特に楽団の指揮者については褒め言葉として、彼らは自分を大事にしているとか、自分の聴衆を大事にしているとか言って言い方がよくされるものだ。それらの作品はまた低俗な、下劣な、下品なものとして、普通は非難されるような主人の誘惑方法を活用し、自分がくだらない魅力によって誘惑できるどうでもいい客の一人として扱われているという感じを聴衆に与え、甘い砂糖入りの飲み物、これは甘ったるいという言葉から連想される、への子供っぽい好みのような受動的満足感であれ、また性的欲求のほとんど動物的な満足感であれ、とにかく快楽の最も素朴で最も初歩的な処刑式へと対抗していくようにその聴衆を仕向けながら、不快感や嫌悪感を引き起こすものでもある。好転については、例えば、視覚と聴覚という高貴な感覚を他の感覚よりも上位のものと考える、あの絶えず繰り返されてきたプラトン的偏見、あるいはカントが色彩とそのほとんど官能的ともいえる誘惑に対し、これよりも純粋なものとして形式に与えていた特権などを想起することもできよう。しかしここではショーペンハウアーの意思と表象としての世界から極めて典型的なテクストを参照するにとどめておきたい。そこで彼は美しいものと魅惑的なものの間に、カントが判断力批判においてプレジール、快楽とジョイサンス、享楽、美しいものと快適なもの、意にかなうものと楽しませるものの間に設定した対立と全く同様の対立を設定し、魅惑的なものを、意思に対してこれを満足させるものを直接提供することによって、意思を刺激するもの、美の直感に必要な純粋直感状態から鑑賞者を引きずり下ろすもの、意思を直に満足させる対象を見せることによって、意思を間違いなく誘惑するものとして定義するとともに、意味深いことであるが、味覚の満足と性的な満足という2つの満足形式、本来の意味で美的なものとして認められる満足は、これらに対抗する形で形成されてくる、を両方とも一口く断罪するのである。彼は言う、魅惑的なものの低俗な形は、オランダ画家たちの室内画に見られる。彼らが食物をあまりにも本物そっくりに描き、それが文字通り騙し絵のごとく我々に食欲を起こさせるような場合がそうである。意思はそれによってまさしく刺激されるのだが、一方対象の美的鑑賞の方はもうそれでおしまいというわけだ。描かれているのが果物であったなら、まだ許せるかもしれない。それがもっぱら花の成長の結果として、その色彩と形態において美しい自然の産物としてのみ捉えられ、実際に食べられるものとしての側面を全く思い浮かべずに済むのであるならば。しかし、あいにくなことに、画家たちはしばしば本物と見まがうばかりの類似を追い求めるあまり、牡蠣、ニシン、ザリガニ、バター付きパン、ビール、ワイン等々、食卓に出されたものや調理された様々な料理を題材として描くにまで至っている。これは全く容認しがたいことだ。また歴史画や彫刻においては、魅惑的なものは裸体という形で表現されている。そのポーズや身にまとった薄布は、それらを表現する全体的なあり方と結びついて、鑑賞者の咽頭心をかきたてようとする。そしてこれを美的に鑑賞しようとする態度は直ちに消え失せてしまう。作者の仕事は芸術的目的とは反対のものだったのだ。ショーペンハウアーはこの点でカントに極めて近く、また支配階級の非支配集団のエイトスが合理化された形で表現されているあらゆる美学にも極めて近い。彼が見事に述べているように、主観性と不純な欲望から解き放たれた純粋な認識主体をあらゆる欲求、あらゆる霊俗に従わされた意志の主体へと還元してしまう魅惑的なものは、鑑賞者に対して文字通りの暴力を振るうことになる。つまりそれは慎みがなく露出狂的で、そのリズム、これは身体のリズムと類縁関係にあるによって身体を駆り立て、その策略や中断や不意打ちなどの目くらましによって精神を捉え、純粋趣味の威嚇効果や没関心的態度とは全く逆に、試合に参加することを精神に強制しながら人々の中に入り込み、自ら押し付けていくのである。大衆的な見せ物、ユニオール、指準美容芝居からプロレスやサーカス、さらには昔近所の下町映画館で見た映画などを得て、サッカーの試合に至るまで、
をブルジョア的な店に対立させるものとして、観客の参加形式ほど根源的な要素はない。つまり観客は前者においては最初から最後までずっと怒鳴ったり口笛を鳴らしたりしながらあからさまに、場合によってはグラウンドに飛び出したりして直接的に参加するのに対し、後者においては途切れ途切れに距離を置いて最後に拍手したり、時には無理して歓声を上げたりしながら高度に儀礼化されたやり方で、あるいは教会のコンサートなどの場合には全く沈黙したままで参加するのである。ジャズについては一見この対立が成り立たないように見えるが、それも表面上のことに過ぎない。これはブルジュア的見せ物でありながら大衆的見せ物を模倣しているもので、そこでは参加の印が少なくともフリージャズにおいては黙ったままで身振りのきっかけを与える所作、指を鳴らすことや足踏みをすることに限られているのである。反省の趣味と感官の趣味、純粋趣味が拒否するもの、それはまさしく大衆的鑑賞者が屈服しているところの暴力である。アドルノが大衆音楽とその効果について述べていたことが思い出される。つまりそれは自分に対する敬意を鑑賞者が親しみすぎないようにさせる、あの距離を要求するのだ。純粋趣味は芸術作品に対してそれが自分自身以外にはいかなる目的も持たない究極性として存在し、鑑賞者を感度的要請に従って扱うこと、すなわち手段としてではなく目的として扱うことを期待する。だから純粋趣味の原理とは拒否、あるいはこういった方が良ければ嫌悪に他ならない。つまり享楽を押し付けてくる対象物への嫌悪、およびこの押し付けられた享楽に満足する粗野で通俗的な趣味への嫌悪に他ならないのである。ただ一種類の醜さだけはこれをありのままに表彰しようとすれば、あらゆる美的満足感を従って芸術的な美をどうしても完全に損なってしまう。それは嫌悪である。実際想像力にしか基づいていないこの得意な感覚においては、対象物はいわばあたかも我々が必死に逆らっているのに享楽することを強制するかのようにして表彰されるので、我々の感覚においてはもはや芸術的表彰はこの対象物の本性と区別されず、したがって美しいものとは見なされない。カント判断力批判第48節。嫌悪とは暴力によって強要された享楽、人をゾッとさせる享楽という逆説的な経験である。自らの感覚に身を任せる人々には見られないこのゾッとするような感情は、基本的には表彰と表彰対象との距離、そこに自由が現れてくるが廃棄されるところから生じてくる。要するに阻害状態、すなわち主体が対象のうちに埋没してしまうような状況、人を霊俗させる快適なものの暴力によって引き起こされる目の前にある現在への手放しの従属状態、そうしたものが廃棄されるところからこの感情が生じてくるのである。したがって次のように言っておいたろう。つまり快適なものとは動物にも人間にも共通で、美とは違って享楽することしか考えない人々を誘惑するのに適しており、また理性に対しては間接的に反するものでありながら、感官には直接的に適合しているものであるが、第4節、これによって引き起こされる感情の傾向とは反対に、純粋趣味、これは魅力が形式に対立するようにして、第14節、感官の趣味に対立する反省の趣味である。は関心を排除しなければならず、また物の現存には一切とらわれてはならない。第2節、イメージにおいても、いわゆる生身の現実においても、享楽することを強制する対象物は倫理的抵抗も美学的中和作用も共に無力化してしまう。要するにそれは表象というものに備わった距離化する力を消滅させるのであり、還元すれば感知し得るものへの直接的動物的参入を宙吊りにする自由、純粋な上位、すなわち単なる感性の動きに従うことを拒否する、まさに人間的と呼ばれるにふさわしい自由を無効化するのである。嫌悪とは自由や人類や文化に対するこうした二重の挑戦であり、いわば反自然であって、それゆえゾッとするもののおぞましい誘惑と享楽とのアンビバレントな経験なのだ。そしてこの経験はあらゆるものを動物性、身体性、食欲と性欲、すなわち誰もに共通の、従って通俗的なものへと還元し、全力を挙げて抵抗する人々と、快楽に甘んじて享楽を味わう人々との差異を全て廃棄してしまうのである。この共通のという言葉は、ここで確かに曖昧さを呈しているドイツ語だけでなく、他のさまざまな言語においても、通俗的なもの、どこにでも見られるありふれたものといった意味であり、それを所有することは別に長所でも特権でもない。第40節。感受性という意味での自然はこうして全てを均等化するのだが、ただしそれは最も低いレベルに合わせてなのである。これはすでにハイデガー主義者たちの意味嫌うあの平準化に他ならない。アリストテレスの教えによれば、相異なる者同士はその類似点において、すなわち共通の性格において互いに再化していく。つまり嫌悪というのはゾッとするような感情のうちに誰もに共通の動物性を示すのであり、
こうした動物性の上に立ってその動物性に対抗しながら、いわゆる道徳的卓越性が打ち立てられていくのである。美しい自然に対する感情を持たず、食卓についたり酒瓶を前にしたりして、単なる感官の感覚を享楽することに甘んじる人々の思考様式を、我々はそうやって卑俗であるとみなす。第42節。そしてカントはまた別の文章で、反省の趣味と感官の趣味の対立の社会的根拠を極めて直接的に述べている。本能はあらゆる動物が従うあの神の声、それだけがまず最初に新たな非造物である人間を導かねばならなかった。それは人間にある種のものは食べられることを教え、別のある種のものは食べられないとしてこれを禁じた。しかしこの用途のためにある特殊な本能の存在を認める必要はない。ただ嗅覚があって、それが味覚器官との間に類縁性を持っていれば十分なのだ。ちょうど味覚が消化器官との間に周知の親性を持っているように、人間はこのようにいわば口にすべき食物が有害であるか無害であるか予見する力を持っていたのであり、その例は今日でもなお見られる。そしてまたこの感官は最初の男女において今日よりも決して鋭かったわけではないということも認められよう。なぜなら自分の感官のみにもっぱら囚われている人々と、同時に自分の思考にも関心を向け、それによって自分の感覚から身をそらしている人々との間に、知覚の力においてかなりの差があることは周知の事実だからである。カント、人間歴史の憶測的起源。これはここには社会環境階級間に設定される対立項目を一つの進化、ここでは自然から文化への進歩の初段階として描こうとするイデオロギー的メカニズムが見て取れる。このように純粋趣味の理論はその都度超越的なものと経験的なものとの魔術的断絶を利用しながら、経験的心理学的と、そして特に社会的な発生と見えかねない全てのものを趣味に対して絶えず拒否しながらも、それが快適なもの、それが心を養うことはなく単なる享楽に過ぎない。第29節と文化をと対立させていること、あるいはさらに趣味の体験的習得や教育可能性が示唆されていることを見ればわかるように、その根拠はやはり社会的関係の実経験に置かれている。つまり文化と肉体的快楽、あるいは自然と言い換えてもよいがとの対象は、教養あるブルジュアと無教養な自然、すなわち純粋な享楽に委ねられた野蛮さの幻想の場所である大衆との対立のうちにその根を下ろしているのである。趣味は魅力や感動といった要素を満足感に混じり合わせるとき、そしてさらにそれを自らの与える同意の尺度とするとき、常に野蛮なものとなる。第13節。不良の概念の論理に従うならば、克服された悪徳の量によって美徳の大きさを測り、否認された欲動及び征服された通俗性の強さによって純粋趣味の強さを測るような美学が想定されるが、この美学をギリギリまで推し進めれば、最も完成された芸術というのは、文明化された野蛮さ、抑制された衝動、昇華された粗野さといった対立的命題を、最も緊張度の高い状態で含んでいる作品のうちに見出されるべきであるということになる。例えば今日ではマーラーがその例であり、彼は安易さとの危険な戯れを、また大衆芸術、さらには古臭い型にはまった芸術を高尚な形で回復しようとするあらゆる試みを、他の誰よりも徹底的に推し進めた。また過去においてはベートーベンがやはりそうであって、一種の物作業とも言うべき彼の芸術的禁欲は、しばしば聖人伝のごとき伝記によって称揚されてきた自らの激しさ、行き過ぎ、過剰性などを乗り越えなければならなかったのであり、誰もが認める彼の偉大さは、こうして克服された不良によって図られるのである。あまりにも手軽に手に入る快楽を抑制することは、純粋快楽を味わうための条件から、やがてそれ自体が快楽の源泉になることさえあり得る。というのも、洗練という作業は、フロイトが言っていたような予備的快楽を自分のために育み、緊張の解決を常にますます先延べし、例えば不協和音とその完全なまた規範通りの解決、協和音への移行との距離を増大させる人々を仕向けるからだ。その結果、耽美主義者の快楽の最も、優美主義者の快楽の全く最も純粋な形式、すなわち浄化され消化され否認された感覚は逆説的なことだが、禁欲すなわち訓練のアスケーシスのうちに、つまり鍛えられ維持された緊張のうちに宿ることになろう。そしてこれはすごく単純素朴なレベルでの感覚とはまさに逆のものなのである。純粋快楽とは禁欲的快楽であり、またそれ自身のうちに快楽の放棄を含んだ虚しい快楽、快楽から浄化された快楽であるから、道徳的優秀性の象徴となる傾向を持っている。したがって芸術作品は倫理的有効性を試すテスト、本当に人間的な人間というものを定義する消化能力を図るためのお互いを余地なき尺度となる。というのも美学的言説の闘争目標、
またその言説が本来の意味で人間的なものとは何かという定義を他人に押し付ける際に設定している闘争目標は、結局のところ人間性を独占することに他ならないのだから。芸術が証明すべきもの、それはまさに人間と人間でないものとの差異である。芸術の経験とは自然の創造の、つまり所産的自然ではなく農産的自然の自由な模倣であり、それによって芸術家は、そして芸術家を通して鑑賞者は、もっぱら創造的天才の構築法則のみに従ったもう一つの自然を作り出すことによって、所産的自然に対する自らの超越性を主張するのであるが、こうした経験は本源的直感、すなわち自分自身の規則や拘束以外にはいかなる規則や拘束も認めることなしに、固有の対象を自由に生み出す創造的知覚という神の経験に最も近いものである。芸術的創造が生み出す世界は単にもう一つの自然であるばかりでなく、一つの反自然でもある。つまり自然と同様の仕方で、ただし社会的正当化の機能を果たすべき遂行される芸術的消化作業によって、自然の通常の法則、例えば舞踊における重力の法則、絵画や彫刻における欲望と快楽の法則等と似た反して生み出された世界であるのだ。世界でもあるのだ。卑しい、粗野な、下品な、欲得族の、金銭族の、卑屈な、要するに一言で言えば自然な享楽を否定すること、それは同時に昇華された、洗練された、上品な、無私無欲な、無償の、自由な快楽に満足する術を知っている人間の人々の崇高さを肯定することでもある。自然趣味と自由趣味との対立は、自然のままでしかない人々と、自らの生物学的自然イコール本性を支配する能力を示すことで、社会的自然を支配しようとする正当な目論みをあらわにする人々との間に、肉体と魂という関係を導入する。そしてバフーチンがラブラについて指摘したように、民衆の創造力は美学的ソシオデセ、弁社会論の根拠となっている関係を転覆する方向にしか作用しない。つまりパロディ、ビュルレスク、カリカチュアなど対象を貶める、あるいは俗語で言うように引きずり下ろす戦略によって昇華の戦略に応戦し、支配者の崇高性がそこにはっきり現れ認められるようなあらゆる価値観を、卑猥さやスカトロジーに訴えることで真っ逆さまにひっくり返しながら、この創造力は才というものを徹底的に否定し、デスタンクション、区別イコール上品さを長老し、カーニバルの遊戯のように他者との区別を際立たせる魂の快楽を、誰もに共通の食欲と性欲の満足へと還元してしまうのである。否認された社会的関係、美を神なる芸術家の絶対的創造として捉える理論は、どんな人間であっても人間の名に値するものであれば神の創造行為を模倣することができるとするものであり、おそらく自ら好んで創造家を名乗る人々が抱いている職業的イデオロギーの自然な表現である。だからこそこうした美の理論は、芸術家はあらゆる事物の主人であるとしたレオナルド・ダ・ヴィンチから自然が創造するのと同じように創造することを目指したパール・クレーに至るまで、多くの芸術家たちによってまさにいかなる直接的影響とも無縁なところで絶えず繰り返し作り出されてきたのである。カントは自由なR、技術と報酬のための技術を対立させ、前者はそれ自身だけで人を喜ばせるもので、その所産イコール作品は自由そのものであるが、なぜならこれはそれ自身だけで人を喜ばせ、鑑賞者にいかなる強制も及ばさないのだから。後者はそれに伴う結果、賃金などによってのみ人を突きつけ、力によって無理に押し付けられうる。第43節。永続的で卑屈な活動であって、その所産イコール作品は、そこから感じ取られる魅力が相手を奴隷化するような暴力を及ぼすため、その暴力の限りを尽くして鑑賞者に押し付けられるとした。こうした対立は、それが美的快楽の2つの形式の対立、およびそれを介して文化エリートと野蛮の一般大衆の対立に対して、明白な対応関係を持っていることは言うまでもないが、さらに分業において、あるいはもっと正確に言えば知的労働の分業において、あの純粋で自律的な知識人たち、それは学部の争いの述べるところを信じるならば、哲学部の教授たちであり、作家や芸術家がおそらくギリギリの限界として含まれる、が占めている位置について、カントがどういった考えを抱いているかということを極めて直接的に表現している。だから判断力批判という書物は、世界市民的意図における普遍死のための理念。そこにはブルジャーインテリゲンチャの昇華された関心が伺えるという指摘が正当にもなされてきた。からそう見えるほどは隔たってはいない。ノルベルト・エリアスが見事に述べているように、自己正当化の根拠をまず自分たちの知的、学問的、芸術的成果から引き出すこのインテリ・ビルジョア層は、いわば突出した不安定な位置を占めているのであり、
それは今日のインテリゲンチが社会空間内に占めている位置と全く相当のものである。つまり大衆の目から見ればエリートである彼らインテリブルジュア層は宮廷貴族の目から見れば劣った地位を占めているのである。プレジール、快楽とジョイサンス、享楽という基本的対立の第2項は実は二重化していて、文化の快楽の倫理的純粋性が単に主体性を持たない連続的な享楽という野蛮さに対立するばかりでなく、文明の多律的な享楽にもまた対立する形で定義されているのだということが分かってみれば、カントのテキストに見られる数々の奇妙な点も明快になってくる。我々は芸術と学問の分野において極めて高度に文化的に育まれている。我々はあらゆる種類の洗練された礼儀や社会的礼法に関して嫌になるほど文明化されている。しかし我々がすでに道徳化されているとみなすには、まだまだ程遠いと言わねばならない。なぜなら道徳の観念は依然として文化に属しているからで、しかるにこの観念を適用しても、所詮はただ名誉祝いと、外面的礼節においていかにも道徳的に見えるといった結果にしかならないような場合、こうした適用の仕方は単に文明化を構成するに過ぎないからである。すでに見たように、カントは文明化の過程が生み出す社会的傾向によって間接的に美に結びついた関心を経験的なものの闇に退ける。いかなる享楽の満足も与えない対象に対するこの洗練された傾向が純粋快楽にこの上なく近いにもかかわらずである。自然の否定は美的快楽という純粋な道徳につながると同時に、無用な傾向という堕落にもまたつながっていく。理性の特性の一つは、それが想像力の助けを借りて、単に自然の本能に根拠を持たない欲望だけでなく、その本能に対立するような欲望でさえも、人為的に作り出すことができるところにある。こうした欲望は、初めのうちは情欲と呼ばれるが、やがて少しずつ一群のおびただしい無用な傾向、さらには自然に反してさえいるような傾向の開花を促し、それが官能的欲望の名で呼ばれることになるのである。反自然の両義性、文明は非難され、文化は称賛される。カントが文明化された多律的で外面的な快楽と、思考の長期にわたる内面形成の努力を必要とする文化的に育まれた快楽との違いをはっきり指摘できるのは、ただ倫理の土俵において、すなわち一方では外的で病理学的な、また他方では純粋に内的な美的快楽の様々な決定因の土俵においてのみである。そしてこの純粋美学はまさにあるエイトスが合理化されたものに他ならない。純粋快楽、すなわち感性あるいは官能にまつわるいかなる関心からも浄化されていると同時に、いかなる社会的社交的関心からも解放された快楽は、いわゆる情欲からも、また財力を誇示するための贅沢な消費からも遠く離れており、宮廷人の洗練された他人本位の享楽に対立するとともに、庶民のがさつでそやな享楽にもまた対立する。いかにも教師的なこの美学の内容からすれば、この種の書物を普通に読む唯一の読者層、すなわち哲学教師たちによってそれが普遍的なものとして認められたのは全く当然のことである。こうした普遍性の幻想はここでもまた他の多くのケースと同様、歴史的社会的な偶然の一致によって支えられているのであるが、彼らは歴史主義と社会学主義を躍起になって追放しようとするあまり、この一致が見えなくなってしまっているのだ。そして諸々の欲望と社会的関心が社会的礼法の特殊形式による検閲の限界内で表現されるためには、それらを具体的に形式化する作業が必要であるが、この作業もまたこうした幻想を助長する方向にしか働かない。その結果、芸術とは見過ごされ承認された社会的祭としての倫理的、美学的卓越性を証し立てるものであるとする言説は、芸術と美的経験の普遍性を物語る普遍的表現として読まれるのである。カントによる趣味判断の分析は、哲学の名に値する哲学思想は全てそうであるように非歴史的であり、永遠でないような哲学は存在しないのであるから。また芸術経験の普遍的主体として構成された美学的建設の主体である、ホモエステティクスの実体験以外にはいかなる所有も持たないがゆえに、全くエスノセントリックなものであって、その現実的根拠は、ある特殊な存在状態に結びついた諸成功が普遍化されたものである一連の倫理的原則のうちに見出される。しかしながら、この形式化された言説は、他の批判、純粋理性批判及び実践理性批判において練り上げられた理論的分割や概念的区別によって引き起こされた諸問題をこの書物で解決し、いわゆるカント的思考と呼ばれるものを構成する思考図式に従って、カントの思想を表現しようとする努力から様々な特徴を得ているのであって、そうした特徴をすべて単なる形式上の見せかけとして扱ってしまわないように注意しなければならない。哲学的言説の象徴的有効性の原理そのものは、
なかなか完全には達成できないながらも、形式化の作業を何とか統合しようとしている2つの言説構造の戯れに宿っているのであり、このことが分かっている以上、次のように考えるのは単純に過ぎることになろう。つまりこの二重性を持った言説は、実は美についてのカント的イデオロギーがそこに表現されている表面には見えない言説に過ぎないのであって、それを我々は分析作業によって複数の構造同士が絡み合って混乱してしまった表記表をつなぎ直しながら再構成するのだという考え方である。カント自身においてもその読者においても、美的判断の社会的カテゴリーは高度に昇華されたカテゴリーという形においてしか機能できない。それは例えば美と魅力、快楽と享楽、あるいは文化と文明といった対立であり、これらはいわばあらゆる意識的な隠蔽の意図を逃れて、ある特定の場の表現機関にかなった形で諸々の社会的対立を表現し経験することを可能にしてくれるような一種の湾曲表現である。隠されたもの、すなわち二重の社会的関係、文化に対する文明の場所である宮廷と、文化に対立する文明の場所である宮廷と、自然と感性の場所である民衆の両方に対する社会的関係は、そこにあると同時に不在である。つまりそれはテクストの中に、どんなに誠心誠意見ようとしても見えないような形で存在するのであり、この場合、カントのテキストを、そこに隠され、変貌させられている社会的関係に還元してしまう単純な読み方は、同じテキストを、それが自らを隠すことによってしか姿を現さないような、現象的真実に還元してしまう普通の読み方と同じぐらい、間違っていることになるのである。パレルガ、ヨロクト、パラリポーメナ、ホイ。趣味判断の真の原理の否認、そしてテクストのあらゆる適切な読解におけるそれらの再否認へと人を導く社会的メカニズムを明らかにするのに、これらを明らかにすることを少なくとも表面上は目的としている注釈的文章の中で、それらのメカニズムが作用しているのを実際に見ること以上に決定的な方法はおそらくあるまい。具体的にはジャック・デリダが提示している判断力機関の読解のことを言っているのだが、それはオルトドックス、正当的な注釈の最も形式的な規則を侵犯することによって、趣味判断に関するカント哲学の隠れた前提のいくつかを明らかにしてはいるものの、それでもやはり純粋な読解につきもののさまざまな検閲に従っている。デリダは問題となっているのが、レジテム、正当的な快楽と享楽との対立、あるいは対象の側から言えば、感知できる内容の魅力によって人を誘惑する心よい諸芸術と、享楽なき快楽を提供する、いわゆる美術の対立であることを確かに見抜いている。彼はまたこうした対立とのつながりをはっきり設定することなしに、食卓についたり酒瓶を前にしたりして単なる感官の感覚を享楽することに甘んじる人々の粗野な趣味、すなわち欲得づくの趣味としての消費的飲食と重要趣味との対立関係をも見て取っている。そして彼は嫌悪というものが表象的距離を回帰し、また人を嫌悪なく消費へと駆り立てることで自由というものを無化する限りにおいて、おそらくは純粋趣味の真の起源であることを示している。ここで自由とは感知できるものに直接のめり込まず、上位に流れすぎるようにすると、言い換えれば表彰された事物の現存在、あるいは非存在に対する関心の欠如としての、デサンテレスマン、没関心的態度を取ること、そうした地点のうちに現れてくる自由のことだ。そして彼自身はあからさまにそうすることは避けているが、芸術作品に対する消費者、鑑賞者の関係にまつわる先に挙げられたあらゆる対立を、そのうちの最後の対立、すなわちカントが生産のレベルにおいて、自由意志を活用する自由な技術と自分の労働の価値を賃金と交換する報酬のための技術の間に打ち立てた対立に関係づけることも、おそらくできるだろう。ただし言うまでもないことだが、もともとデリタの原文には見られない関連づけを以上のように行いながら、その議論を濃縮して要約するこの種の書き換え、そこでは単に示唆されているに過ぎない一種の連鎖を、道理の秩序を設定することによって作り出し、とりわけこの議論全体に真実の確立という目標に向けられた証明作業といった趣を与えてしまうこの種の普遍を行えば、それは文字通りにテキストを変形し、歪曲することになってしまう。デリダのテキストは文章の処方やページのレイアウトに細心の注意が払われているという事実が示しているように、明確な形式化の意図の産物なのであり、形式から内容を分離し、テキストをその最も単純な表現へと還元し、これを最も単純な形で提示しようとするような要約は、すべて大雑把な単純化しすぎるものとしてあらかじめ退けるような性格のものなので、この種の言説を要約することは実際作品の最も基本的な意図を否定することにほかならず、またいかなる批評家もこれまでやろうとしなかった一種の超越論的還元を行うことで、
哲学的テキストがそれによって哲学的テキストとしての自らの現存在を主張するもの、したがってあらゆる通俗的言説に対する自らの超絶性、超然性、自由、そしてそれを通して自らの優越性、卓越性、距離を主張するすべてのもののエポケ、括弧に入れることは判断の流布を停止を印づけることに他ならない。しかしながらジャック・デルタの演じる極めて高度なゲームは、このゲームに参加する際に明晰であることを前提条件としている。快楽が問題になっているのだ。純粋な快楽について思考すること。快楽のエートルプレジール、快楽存在について思考することが、快楽から出発した第三批判、アンダルク批判は快楽のために書かれたのであり、快楽のために生まれなければならない。それはいささか味気ない快楽、概念も強力もない快楽であり、いささか厳格な快楽であるが、しかしそれによって我々はもう一度、ストリクチュール、厳格さのない快楽など存在しないということを学ぶのである。快楽に身を委ねつつ、私は一つの命令を認識すると同時に、それを脇道へと沿わせる。私はその命令に従う。快楽の謎がこの書物全体を運動させているのだから。また私はその命令を誘惑する。すなわち第三批判は単に芸術作品あるいは美しい対象物として書かれたわけではないが、これをそうしたものとして扱うことにより、私はあたかもこの書物の現存在が自分の関心を引き起こさない。これはあらゆる美的経験によって要請されることであるとカントは説明している。かのように振る舞い、また揺るぎない超然たる態度をもって小説、考察されるかのように振る舞うのである。こうしてデリダは彼のテキストと彼の読解、これは純粋な快楽の経験の特殊のケースだ。の真実をあらゆる 現存在の定義のエポケを含むもの、あるいはもっと単純に言えば問題となっている対象物の現存在に対する無関心を含むものとして我々に語ってみせるのだが、ただしそれ自体がこうしたエポケや無関心を含んだテキストの中でそれを行うのである。真実を自分に語りながらもそれを自分に語らないような仕方で語るという意味で、これはまさに否認の典型的な形であり、これが社会的用法から捉えた哲学的テキストというものの客観的真実を定義する。そしてこれはまた哲学的テキスト、それが非現実的で無償のもので、この上なく関心を引かないものであればあるほど、社会的に受け入れられやすいものにする。彼は伝統的保守主義しか驚かせることもできない、あのお決まりの審判に至るまでの哲学的ゲームの約束ごとを尊重し、そのゲームから一歩も身を引かないので、哲学的テキストの、および哲学的テキストの哲学的読解の真実を、哲学的にしか語ることができないのであり、これは正当的立場に見れる沈黙という形を別とすれば、その真実を語らないための最良の方法である。したがって彼の言説、それ自体が預かって生み出したカントの芸術哲学の真実を、さらにもって一般的には哲学そのものの真実を、本当の意味で語ることができないのだ。あらゆる画家に絶えず押し付けられている絵画的レトリックが避けがたい美学家の効果を生み出すのと同様にして、哲学について語る哲学的な方式は、哲学について語られる全てのことを非現実化してしまうのである。哲学が行う根源的な問いかけは実際当人が哲学生産の場に所属していること、すなわちこの場そのものが確かに存在し、それに伴って主人の検閲が行われることから生じるそぼろぼろの以外によって限界づけられている。哲学者たちは相次いである時点において哲学的なものとされている文章、書物、論文、小論考などの中に託されていて弱体化された哲学を構成している様々な問題、理論、テーマ、概念等々を注釈や議論、批評や論争に押し付けることによって、これらを哲学的なものとして構成してきたのであり、右に述べた哲学生産の場は、こうした哲学者たちの作業の歴史的所作なのであるが、にもかかわらず、これらの問題、理論、テーマ、概念などは、哲学の世界に入ることを望み、これらを教養の要素として単に認知するだけではなく、そうしないと哲学の場から排除されてしまうからという理由で、これら反省以前の信仰の対象として承認することを余儀なくされている人々にとって、一種の自律的世界として押し付けられるのである。哲学を職業としている人々は皆、この性別されたテキストの倉庫とでも言うべきものの存在に、哲学者としての精神に関わる利害、関心を持っているのであり、この倉庫をどれだけ完全に使いこなせるかということが、この分野における彼らの資本の主要部分を構成しているのだ。だからそうでないと哲学者としての彼ら自身の存在もこの肩書きによって保障される主人の象徴的権能も危うくなってしまうからという理由で、彼らは哲学の現存在という定義そのものの実践的なエポケを含むような断絶は決して最後まで推し進めようとはしない。還元すれば場合の所属条件を規定する暗黙の契約の告発、ゲームの約束事や賭け金の価値に対する基本的信仰の放棄、そうして議論の余地なき承認の印、レフェレンス、参照や
レベランス、敬意、標準、不作法な事柄までも含めた慣習の尊重などを与えることの拒否、要するに場への所属の承認を根拠づける一切のものを与えることの拒否を含むような断絶は、決して最後まで推し進めようとはしないのである。純粋な読解の最も大胆な私的断絶であっても、それが同時に場への所属によって得られる主義の恩恵を実際に諦めるような社会的断絶でもあるということはないので、こうした私的断絶は性別されたテクストの走行、表彰あるいは言説の母体として、口に出して表明されたその意図はどうであれ、既に性別されたテクストからその力の主要部分を借りてくる象徴的戦略でもあるような表彰あるいは言説の母体として機能させることにより、この走行を私分状態から、つまり思想史や知識の社会学にとってこそ役立つような、古文書の状態から救い出し、その現存在及び文字通りに哲学的な主義の力を永遠化することにやはり寄与することになる。ある種の神秘主義的異端思想の宗教的ニヒリズムと同じく、哲学的ニヒリズムはこうして人々を解放する審判の慣例的儀式のうちに最終的な救済の道を見出すのだ。現代芸術は芸術というものに対して様々な長老や神聖なものの破壊を行ってきたが、こうした行為は驚くべき弁証法的反転によって、それ自体が芸術行為として芸術と芸術家の名誉へと常に裏返ってきたのと同様に、哲学の哲学的脱構築もまた、根源的な再構築への希望そのものが、ついえてしまった時には、まさしく哲学の破壊に対する唯一の哲学的な回答となるのである。自分の属する伝統と自分の実践する活動そのものを対象として取り上げ、それらに準客観化を施すという戦略は、デュシャン以来、芸術家たちの間で非常に広まっている。ところで注釈というのは、その生産条件、学校の講義、特にアグレガシアンの講義においても、またその作業が本質的に非認証的性格を持っており、それが生み出されるには従順なと同時に、厳格な主従の成功が要求されるという点においても、典型的に学校的なジャンルであるが、右のような戦略はこの注釈なるものを、前衛雑誌に発表されてもいいような個人的作品にへと変えていく。それは大学の場と文学の場との聖なる境界線、すなわち真面目なものと契約なものとの境界線に対するもう一つの審判、正当的立場の人々の前を潜めさせるような審判によって行われるのだが、それには言説の表明という作業を前衛画家たちが言う意味での一つの悪と行為とし、同時に哲学者の人格を哲学の舞台の中央に置くことによって、人々の視線を哲学的身振りへと引きつけることを目指した演出、これはとりわけデリダの言うドゥーブルセアシス、ドゥーブルセアンス、二重の絵にはっきり見られる、が要求されるのである。哲学的言説の真実を哲学的に客観化するという作業は、それが哲学的レジステ、哲学的レジミテ、正当性を思考する活動として存在するための客観的条件のうちに、すなわちその存在のまさに基本にある思想原則の承認を要求するような哲学の場が存在するという事実のうちに、自らの限界を満たす。この反客観化の作業によって、人は同時に内側と外側、ゲームの中と外に、つまり円変部、境界線上に身を置くことができるのである。還元すれば、カードル、枠、イコール額縁、すなわち、パレルゴンのように、いずれもは境界であるような主従の場所、終わりの始まり、始まりの終わり、内部と最大の距離を取りながらも、外部に転落することのない地点、いわば外部の闇の中、すなわち非哲学的なものの通俗性の中、経験的、オンティック、存在的、実証的等々と言われる言説の非属性の中、そして哲学的言説の模範的達成にもこの言説の客観的真実の明示化にもう共にできるだけ近いような言説を生み出すことによって、真犯の利益と所得の利益を両方とも手に入れるようなことのできるような場所、そうした場所に身を置くことができるのだ。この聖なるテキスト、判断力批判の明白な論理、それが前面に押し出している通りの秩序、またこのテキストが予告しているプラン、それによってこのテキストは今なお自らを解読するにあたっての秩序を読者に落ち着けている、を自義通りに解釈する、オルトドクス、正当的な読解とは逆に異端的な読解は、聖なるテキストの番人たちがあらゆる読解に押し付けてくる規範や形式、そして適切さ乱闘をする読解ならば必ず自らに課さなければならないいろいろな規範や形式に対して、全く自由勝手に振る舞う。つまり一方には正しい観点、すなわち巧みに立てられた人それの込み出しと、演劇的厳密さを表す外的な印の絶えざる提示によって、カントが自らの言説の明白な構築術と
論理を示しながらあらかじめ定めていた観点がある。この時彼は円環的な自己正当化の効果によって自己の過去の著作の上に一つのプロブレマティックを基礎づけるのだが、そのプロブレマティックというのは大部分、まさにこれらの著作によって生み出されてきた様々な分割や対立、互性と理性、理論と実践などの人工的著作である。そしてこれらの分割や対立はヘーゲルその他何人もの哲学者以来、哲学者として認知され承認されたいと考えているものなら、誰もが認知し承認しなければならないものとなっている。また他方には転覆的とは言わないまでも、明確な意図を持って斜めに向けられ、中心からそらされ、解放された視線がある。この視線は踏むべき段階を無視し、押し付けられた秩序を拒否し、注意や事例、理由など、普通の注釈者たちには無視されている細部にこだわるのであり、そうやって、たとえそれが自らに与えている自由を正当化するためでしかないとしても、オルトドックス、正当的な読解の真性を、また分析されている言説の明白な論理そのものを告発し、どうしても主事の困難を引き起こさざるを得ない。そしてさらには一貫した湾曲化と合理化の作業にもかかわらず、その定義からしてどうしてもオルトドックス、正当的な注釈を逃れてしまう否認された意図を図らずも露呈するような、そうした社会的な無意識の言い間違いのいくつかを必ず明らみに出さずにはいないのである。読書の快楽。以上のごとき、デリダによる判断力批判の純粋な読解は、これまで関連的になされてきた偶像崇拝的な普通の読解とは明確な断絶を示し続けているが、それでもやはりこの哲学作品に本質的なものを認めている。つまりこの読解は、それがこの書物を扱っているのと同様の仕方で扱われること、すなわち芸術作品として扱われることを要求し、ここで読まれたカントの作品の対象そのもの、すなわち教養化された快楽を自らの対象とし、さらにこの人工的快楽を、その快楽に対する明晰な意識を含んだ巧妙さの限りを尽くして人工的に商用することによって、何よりもまずどんな快楽についてもそうであるようにそれについて語るのが決して容易ではない、あの芸術の快楽、芸術外の快楽の模範的な例証を提供してくれるのだ。あるいは純粋な快楽と言ってもよかろう。それが卓越化の利益には還元できない快楽であり、また単なる遊戯の快楽として、つまり文化のゲームをうまく行い自らの遊技術を巧みに操り、人をキルテビ、教養化する、この快楽をキルテビ育み、そうやって一種の消えない火のように、あるいは絶えず供給される食料のように微妙な暗示、礼儀正しいまたは非礼な参照、予想通りのまたは突飛な比較対象等々を生み出す快楽として生きられるものであるという意味において、プルーストはこの教養化された快楽を絶えず育むと同時に分析することをやめなかった作家であり、次のようなケースにおいては信頼に値するように思われる。つまり彼は、ある有名な文章、ラスキンのベネツィアの石の一節を読む際に覚えるこの種の偶像崇拝的快楽を理解し、かつ人々に理解させるため、この作品の様々な特性を挙げる以外に、その周りに重要に張り巡らされている主人の参照のネットワーク全体に言及せずにはいられないのである。例えば作品が引き連れ助長し、さらには読者のうちに引き起こしてきた様々な個人的体験への参照、逆に個人的体験がその暗示的意味によって密かに影響を与えてきた主人の作品への参照、そして最後にその作品の体験から同じ作品の過去の体験への、あるいは他の諸作品への参照などであって、これらのそれぞれはそこに結びついたあらゆる相互連関や共鳴関係によって、さらに豊かなものになっていく。一種の壮麗な暗闇と玉虫色の輝きを背景に、旧約周囲役の全ての人物像が立ち現れるサンマルコ寺院そのもののように、このページ自体が神秘的で美しいと同時に宗教的イメージに満ちている。私はサンマルコ寺院自体の中で初めてこのページを読んだ時のことを覚えている。夕立ちが来て辺りが暗くなって一刻のこと、モザイクの輝きはそれ自体の物質的な光と内包された地上の古い黄金から発するだけであり、普段は鐘楼の天使たちまで燃え上がらせるベネチアの太陽は、もはや自分の何者も混ぜ込んでいなかった。そこ、周囲の闇の中から輝きを帯びて立ち現れる天使たちに囲まれて、このページを読みながら私は深い感動を覚えていた。しかしもしかしたらその感動はあまり純粋ではなかったのかもしれない。美しい神秘的な像を見る喜びがいやましに高まる一方、氷に包まれた額のそばに、ビザンチン文字で立ち現れたテキストが理解できることに感じていた、いわば白色の快楽を変質させたのと同じように、ラスキンのイメージの美しさは、聖なる文章に依拠する誇りによって聖気を帯びると同時に腐敗させられてもいたのである。美的快楽がより鋭くなり得るとはいえ、あまり純粋にはとどまり得ない。あの白色と芸術に混じり合った喜びの中では、一種の利己的な自己回帰を避けることはできない。
強要化された快楽は互いに強め合い正当化し合い、これらの交差する参照によって養われていく。これらの参照は諸作品の価値に対する信仰、つまり強要化された快楽のまさに基本にある偶像崇拝と、ポセスールポセで取り憑かれた所有者としてゲームに参加する可能性のある全ての人々に対して、それらの作品が客観的に及ぼす真似のできない魅力と切り離しがたいものとして生み出していくのだ。このゲームはその最も純粋な一見したところ、世間的利害から最も解き放たれているかに見える形においてさえ、常に一つの自由度ソシエテ、社会的ゲーム、本来は数人のグループで行う室内遊戯なのであり、またしてもプルーストの言葉を借りれば、習慣のフリーメイソンと伝統の遺産の上に成り立っているのである。そもそも真の上品さは常に同じ習慣を知っている上品な人々にしか語りかけないように装うものであって説明をしない。アナトール・フランスの著書は、外迫な無数の知識を前提に、俗人が気づきもしない絶えざる暗示を含んでおり、他の美しさは別として、それらの暗示が比類ない高尚さを生み出す。つまり、プルーストが優れた知性の持ち主と呼ぶ人々は、自分がエリートに属することを控えめに、しかし異論の余地なく証明する印、例えば出典や権威を示すというよりも、むしろ対話の相手として公認されている人々が極めて限定された、極めて選別された円環を形成していることを示すような、象徴として機能する参照の高尚さなど、そして彼らがこうした所属を主張する際に控えめな態度を取れるということは、やはり同様にして証明する印を、それらを解読することのできるエリートに向けて送ることで、最も有無を言わせぬ仕方で自らの卓越性を印づけることができるのである。経験的関心は純粋趣味の最も脱利害的な諸々の快楽の構成に加わる。なぜなら、洗練されただけで人々の間で行われるこの基礎的洗練されたゲームがもたらす快楽の原理は、結局のところ所属と排除という社会的関係の否認された経験のうちに宿っているのだから。区別イコール卓越化の感覚とは、本能の不明瞭な必然性に従って機能する獲得された成功であり、自身の積極的な宣言や表明のうちに現れるというよりも、むしろ様式や主題をめぐる無数の選択のうちに現れてくるものである。こうした選択は他者との差異を印づけようとする配慮を基本原則と基本原理として、知的あるいは芸術的活動のあらゆるを取ったとある時点で見なされている形式を排除する。すなわち、通俗的な対象、価値のない参照、退屈な教育群衆に満ちた論述形式、単純素朴な問題、それは主としてそれらに重みを与える貴族叙任状が、すなわち哲学の系譜が欠けているせいで、あるいは陳腐な問題、カントは果たして判断力批判で正しいことを言っているのか、判断力批判を読む目的はカントが言っていることについて正しい評価を下すことであるのか、等々。経験主義や歴史主義のように烙印を押された立場、それは多分それらが哲学的活動の存在そのものを脅かすからだ、とうとう排除するのである。この通り、科学的卓越化の感覚とは、純粋趣味を身体化された社会的関係、自然となった社会的関係として定義する、あの通俗性に対する内臓的な嫌悪の一形式に過ぎない。そして、もし判断力批判を哲学的に卓越した仕方で読んだとしても、その読解によって、正当にも哲学的卓越性の象徴そのものとして見られているこの作品の基本にある卓越化の社会的関係が明らかになるということは、まず期待できないであろう。